ん、こんばんは。今回もスパラボ F をやっていきましょう。恒例のバーサスポセイダルですが、スーパー側でまだ仲間になっていない子たちが来てくれます。いつものようにやられ役の連邦兵、いい加減恥ずかしくないの？汚い役立たずども。ここでマジンガー Z、アフロダイエー、ボスロボットが合流しますが、とある理由で今回は出番がありません。理由は至って簡単で、敵がいる場所の少し下に出現するくせに移動力もなく、走行も熱いとは言えないのが理由です。この時代はスーパー系が弱いとはいえ、マジンガー組は宇宙モビーだからね。射程長かったり、複数人乗りだったりでどっかの宇宙 B の方がまだ使えるから。どちらにせよ、自爆要員のボスと、修理持ちのアフロダイ以外は、腐ってしまうのが現状ですね。ちなみに、結構酷評してますが、マジンガーのポテンシャルは、羽がついてからと後続機が来てから解放されるので、しばらくはレベルを上げますよ。ガイザーは嫌いじゃないですし。ちなみに今回もリンちゃんは大暴れです。ゲッシュペンストにアムロを乗せたいと思ってしまうのは私だけだろうか。どちらかというと、ボースパロボ動画に影響されてる方が大きいかもですね。バカな。リアル手加減が発動してしまっている。やるじゃんバーニー、これでアレックスと相打ち、くらいならできそうだな。死の運命からは逃れられてないじゃないですか、やだー。いえ、今のアレックスパイロットはこうなので、核ミサイルで攻撃した後、圧倒的有利な機体で、ほぼ勝ちに近い相打ちがもらえるかもしれません。クリスマス真っただ中のサイド6が核の炎に包まれる可能性がビレゾン。そういえば、UC の方は UE みたいエコロニーに、核が打ち込まれる、みたいな話ありませんでしたね。定期的に毒ガス撒いたり、地球に落とそうとしたり、レーザー兵器に改造されたりはありましたが。毒ガスに関してはシーマ様が不憫になるから本当に嫌いな話ではあるんだけど。ちなみに、画面の方は最後の一機を普通に、ゲッターで倒そうとしている映像ですね。今回は動画が本当に短くなってしまいました。これくらいの動画時間なら投稿頻度増えそうなんだけどね。執筆の方にキャパを使ってるので無理でしょうね。落ち着いた時に編集するのが限界です。ま、そんな感じですので気長に待ってくれると幸いです。ゲッターが倒してくれるので、あとは会話、パートを見て終わりですね。ゲッタービーム！惜しい、というか気力もちゃんと上げてるのになんで殺し損ねてんだよ。やらせはせんよ。おっと、リンちゃんの精神が温存できてて助かりましたね。幸運努力が使えれば誰で倒しても同じ同じ。
お、エマさんが集中覚えた。使わないけど。ということで、今回はここまで。次回もみんな大好きなインチキバリア野郎が出てきます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。